こんにちは、坂井藤子です。このプログラムはアクアウォーキングとアクアダンスの架け橋になるようにと考えました。シンプルな動きに様々なアレンジを加え、満足感、達成感が得られるように工夫しています。ではご覧ください。前、ちょっとずつで構いません。そう、4、3、2、その場で止まってお膝のクッションを少し深く、腕も外に払います。4、3、気持ちよく行いましょう。上がりますよ。はい。さあ、元いた場所に戻るイメージです。そう、そしてその場でどうぞ。手のかき方が少し変わりましたよね。内側と外側になりました。前にお水を横から反対側へ変えてみましょう。一度止まりますね。お水の流れを手で作ってから体を移動させるととても進みやすいです。反対です。さあ、中に2つです。そう、指先優しく、はい、右からどうぞ。はい。インストラクターの皆さんは見えの幅がちょうど振り向くこのぐらいの位置までになります。その間に、なのでこの場でしっかりと落ち着いて、次の足がどちらから踏み込むかを明確に見せてあげてください。左です。へい、よいしょ。前になってる足が上がりました。今度は後ろになってる足が上がります。へい、出して前、出して前、出して前、そう、のば、はい、2、3、は、3で力がちょっと抜けます。へい、やってみましょう。1、1、1、1、3回までクロスしたら大きく開いておきます。1、2の3、3つ腰をかがめ、4つ目は起き上がる感じです。前だけ、そう、手は楽に送ってくださいね。最後、大きく